はクイーン稲荷神社の魅力を探すよ。こちらがクイーン稲荷神社ですね。なんかもう鳥居が段々になってかっこいいんですけども、あそこのね、なんか青い何旗なんですかね、あれ本当何か意味があるのかな。鳥居が並ぶ階段を上ったところに社殿があるクイーン稲荷神社。神社の歴史を宮司の娘さん丸山さんに伺いますよ。938年にこちらにご鎮座されて、毛利元就だとか、はい、小早川隆景なんかも再建ですとか造営に関わってきているもう由緒ある神社です。こちらは神楽殿。実はここで新しいことを始められたそうです。何何稲荷カフェ。はい、カフェをされてるんですか。そうなんです。そう、神楽殿にカフェをオープン。すごい斬新。わあ、素敵な空間ね。セルフサービスでコーヒー、緑茶、紅茶をなんと無料で提供しています。無料なの？いや、本当落ち着きますね。ありがとうございます。神楽殿でこのね、コーヒーを飲めるっていうのもないですし。そうですよね。お参りされた方がこうちょっとゆっくりホッとできる場所を提供したいなと思って始めたんですけど、その青い旗がオープンの目印になっています。あるなと思ったんですよ。はい、目立つ色かなと思って選んだんですけど。2月のオープンはご覧の通り。営業日は Facebook でもお知らせしています。クイーン稲荷神社の2月といえば裸祭りね。今年はなんと100周年なんですよ、うん、より一層ぎわうんじゃないかなと思うんですけど、当日参加も OK ですので、うん、はい、さらしと足袋をご用意いただいて、当日社務所の方で申し込みをしていただいた方には、はい、皆さんご参加いただけます。裸祭りは2月17日の夜に開催します。見晴らしもいいクイーン稲荷神社、ぜひ立ち寄ってください。次回の見晴らぶは三原城跡の鯉の魅力を探ります。